はい、集まる動物の森やっていきたいと思います。彼が映っていますが、なんとイースター終わっております。本当に申し訳ないなと思って、イースターをやる気は満々だったんだけど、昨日ねちょっと動画を撮れずで夜っていうかもう朝とか4時ぐらいにつけてなんとかやろうかなと思ったけど、全部のなんか DIY あれしろって言ってきたから、あ無理だと思って、はい、今年のイースター終わりました。なんということでしょうっていう、なんかせっかくのね初めてのこういう季節イベントだったからちゃんとやりたかったのに、次ってなんだろうね、なんかやりやすいやつだといいけど、特にお知らせはありません。そうなんだ、うん、あでもそういうの嬉しいよね、わかる、うん、わかるわかる、全然わかる。そっか、お知らせない日あるんだね。確かにその4時ぐらいに始めてなんか全然できなかったが、お金もねないと思う。はい、でも化石をね鑑定してね余りを売っただけっていう。あペーターどうした。突然ですがクイズです。食べると安心するケーキは、答えは最後に書いてあるからちゃんと考えて。ごめんなさい、ホットケーキ先に見えちゃってごめん。いや、こういう手紙送ってきてくれるってめっちゃ仲良しじゃない？やば。この辺はまだ何も改良されておりません。このままです。そう、これができました。これ本当に嬉しい。光ってない？ここ。お金あるね。入れよう。で、ちょっと他のところのマイデザインっていうか、違う、道とか作ったりとかをしようかなと思って、なんかいろいろ考えてたんだけど、待って、後ろにバズレーさんいる。大変だ。え、早起きじゃない？まだ全然、9時にもなってないけど。埋める。バズレーさん。シュー。あ、嬉しい。お元気です。そう、これあげるが出て、もうなんかもう仲良しかなみたいな。うん、もっと喋っちゃう。今度はどうしたのってさ、うん、そうね、確かに。やだー。で、なんかそういろいろさ、この島の作り方みたいなのを動画でちょっと見てたの、チラチラ。なんか待って、あれハナカマキリ的なやつじゃない？うわ、すごいすごい、初めて見た。え、何攻撃耐性よ、あいつどうしよう。はい、あすごい、初めて取れた。やっぱ昼間しか出てこないのとかいるのかな。で待って、嘘、嬉しい。ちょっとレックス、イケメン、うんうん、え、うるうる、うわ今日お金稼げる、嬉しい。また後でね、午前5時までね、OK 持たせて。で、なんかそのいろいろ引くにあたって、ま、道をね、なんか家のせめて並びだけ一緒にしようかなと思って、引けやすいやつの方が。なんでちょっとこのタメ子の家も後ろに下げてとかをやりたくてね。ペーター僕はここだよ、おろおろ、かわいすぎるどうしてそんなかわいいの。それに伴いですよ、とりあえずおさいの家はどけました。もうありません。あ、電柱いらないね。
かね。そう、5万円いるからね、1個横動かすのにね。で、次、林古墳も移動させて、今ね、一緒に捕まえますよ、ちゃんと。はい。どうなってるかっていうと、ここに今、抑えの家は来ました。で、まあ、ここに並べて、林古墳の家も並べれば、まあ、いい感じかなと。一つの、こう、区画に、一つというか、まあ、いい感じかなっていうね。まあ、前線まだまだできてないから、本当に、どうしようって感じなんだけど。一応、ここだけはちょっと引きました。ちょっとだけだよっていう。なんか、この辺で、ね、何か作りたいんだけど、何を作ろうかなっていう。なんか、この、ここはね、チームイケメン、イケメンだからちょっと地面もやっぱりこういうなんか黒いというか暗いというかシックな感じでいいかな。そのこのね、チーフの家だけちょっとずれてて、これすごい絶望的に嫌と思って、これ動かすためだけに5000円かじゃない、5万かっていう。まだ寝てる。ちょっとまだチーフとね、おしゃべりしてないのよね、引っ越してきた後、昨日やれてないせいで。で、このハートの池をどう活用しようかも難しいよね。まあ、イケメンとなんか、イチャイチャしてるふりでもしようかなっていう。なんかハンモックとか欲しいなと思って。で、そう、この、これを引くためにちょっとここを広くしたりしたせいで、ジャンプができるようになりました。これでもいいことよね。いいことよ。よし。で、ソレブルシスターズが開く時間にやろうと思って、あれなんだけど、何しましょうね、とりあえず。そうね。特にって感じだったね。待って、何かしようと思ってたんだけどな。よいしょ。とりあえず虫、確か3匹同じのあげると、なんか、いい感じとかだったよね。ハナカマキリ3匹あげたい。寄贈よりもまずね。はーい。じゃあちょっと一旦人呼びたいと思います。はい、リンダさん呼びました。リンダさんも昨日、まあ、てか朝5時になる前にギリギリ呼んで、即物を作ってあげたので、今日、もう引っ越すよって言ってくれるはず。多分。で、なんかこの、各、ま、なんかさ、こう、いろいろおしゃれな島を作ってる人とか見ると、やっぱりこうさ、なんていうの、住民の家とかは一つの縦の列に並べたりとか、まとめてるのがおしゃれだなと思うんだけど、私はなんかもう一区画ごとに、なんか種類というか、ジャンルで分けようかなと思って、なんかロボとかがいるところを、がイケメンチームが、これなんかいいやつじゃない？でかいぞ。イケメンチームがいるところを、で、あと可愛い、別のとこに可愛い系がいるところとか、そういうの作りたくて。全然良くなかった私の期待を返してほしい。まあ、いらないわ、そういえば。そう、こうイケメンがいるところとか、だから最初からあるこのなんていうの、分かれてる感じはそのまま維持しようかなっていう、なのでリンダさんはどこに住めばいいんだろうと思って。どこがいいんだろうね。リンダさんって別に可愛い系ではないもんね。もう個人的には一番端のなんか犬と、もうめっぽう動画に出てこないグルミンがいるところに住んでもらうのが一番いいのかなっていう。ペーターいるところに関しては、まあペーター可愛い系だからね。はい、
リンダさんとはちょっとこうジャンルがもうこれはねちょっとバズレーさんが言ってたセリフだからちょっと被ってるからダメよ。はい、ガーデンベンチ OK。 待って、ガーデンベンチなんか木材いらなかったっけ。木材はないのよね。ちょっと待ってよ、よいしょ。でも今日花カマキリ捕まえただけで私はもうハッピーですよ。ガーデンベンチどれや。ガーデンベンチあの普通のやつだよね多分。これ終わった、作れない、やっぱ木材か。ちょっと待ってね、集めましょう。よいしょ。そういえば、あー、なになに、ちょっと本当に待って待って、本当に待って、ちょっと待ってよ。行きます行きます行きますよ。見えません、キークソジャマ。ほんとこっち来て、バゼさんカモン。あー、かわいいはい、全然さん付けじゃなくてもいいですよ。私のパウンドケーキ食べたでしょ。え、食べたのかもしれないえ目力だけで相手の反応を引き出すジロっていうリアクション。ありがとう。あ、いい、今のかわいいね。え、二人でジロしようよ。あ、行っちゃったこれなんか全部揃ったんじゃない？かわいい。リアクション、リアクション。リアクションってどこだっけ？あれ？リアクションってどこにあったっけ？ちょっと。リアクション。あれ？違う。リアクション出てこない問題発生して、あったあった。あ、全部揃ったんじゃない？よし。で、そんなことしてる場合じゃない。木材をね。なんか、よいしょ。イースターどうだったんだろう。なんかこう、やった方がよかったのかなって今すごい本当後悔してるの。めっちゃ後悔だよ。よいしょ。この木材だけ出てこなさすぎんっていう問題についても言いたいよね。これみんなどうなの？悩んでる問題じゃないの？私だけかな。そう、あとリメイクキット高くないっていう。うっそーん。やだ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 。嘘になりたくない。リンダさんのおかげで嘘にならずに済んだ。ありがとう、ありがとう。リンダさんまだできてません、ごめんなさいはてなされたそうだよね、入ってきていきなり出ていったもんね、ごめん。急ぐわ。ここでね尺使ってる場合じゃない。ちょっとこれ後で拾うね。はい、はい、ほんと出ないねでは、パンジーが咲きました。かわいい。うっそ。蜂の巣多すぎん？いや、捕まえれるよ？謎の意地を張り出したけど。捕まえられるけど、ちょっと、あ、網じゃなかったかな。そう、これなんか最初からね、網多くて木揺らしてれば別に、なんてことないんだけど。はいはいはい、ちょっと見えないな。え、何個今、あ、作れる、行こうちょっと木材集めもしとかないとだね。動画中に集めてる場合じゃないよね、ちょっとね。
こっちだった。はい、まあ、特にリメイクとかはしなくてもいいかなっていう。はい、リンダさん、え、リンダさんの次誰呼ぼうね。なんかイケメン系にするか、かわいい、かわいい独特系か、かわいい系か。でもかわいい系呼ぶか、次は。そうだね、かわいい系呼びましょう、次はね。どうぞ。そういえばイースター終わっちゃったから、卵ってどうしたらいいの、売ればいいのかな、食べればいいのかな。チャイニーズって、え、嬉しい。ちょっと待って、そういうの欲しいと思ってた。ちょっとリンダさん、くれるものにセンスが輝いてる。うん、いいのよ、来て来て、カモン。住んで作りなよ。引っ越したいって言ってる人今いないけど、大丈夫、大丈夫だよね。そう、引っ越しフラグ立ってないんだよね。いや、もう立てればいいのよ別に。入れ替わってもらえるギレじゃダメかしら。いいよ、全然 OK。 全員だ。チーフいるイケメン。今回ちょっと出て行ってもらうのはね、バヤシコフかボブかな。タメコはてか、ペーターの横はリンダさんではないのでボブだな。だってボブ印象ないもん、ごめん。そうだよ、いってらっしゃい。ドーナツを投げてやりなさい。ペッてドーナツは相手の口にペッて入れて。あ、よかったね。大丈夫よ、リンダさん、バズレーさんとかいるから大丈夫。よろしく、よろしくどうぞ。よし。え、これどう、ボブのとこ行ったらさ、もう、なんか引っ越し準備でも始めてるのかな。一応見に行くか。よしよし。今日の一番のメインイベント終わりましたね。はい。そうだ、工事モードにしてみる。なんか私結構、頑張って、あれ。必死にね、私マイルで買ったのよ、いろいろ。出るかな、ほらだいぶ増えたでしょ。なんかまあ使うかなっていうやつをとりあえず、なんかこういうのを引いといたら公園っぽいかなとか、土とかね、なんか砂のやつとかもあったから、そういうのも引いたらいいんだろうなと思うけど、さすがにマイル全部はね、しんどいところがあるから。ちょっとボブの家に行きましょう、ボブの家に。よいしょ。はい、もうね、寝てるかもしれないよね。どうなんだろう、めっちゃかわいい。虫踏んだら面白いよね。最近めった出てなかったグルミンさんじゃない。お、入れるよ。どうなってるんだろう、もう引っ越しの準備かな。あ、知ってる。ごめんね、なんか、知ってる、あんま仲良くもしなかったね。忘れてもらっても大丈夫ですけどね。はい、さようなら。
だからあれよね、追い出すのもさ、なんかこうちょっと思い出がねできちゃってると困るよね。興味ね、グルミーもね、ちょっと後々は場所変わってもらおうかなと思ってるから、他のことちょっと心苦しいところはあるよね。グルミーだってビジュアルはいいからね。9時です。開店早々、あのマスクで列をしているお年寄りのごとく開店早々入ってきますよ。待って、負けた。早くない？バヤシコフ来るの。何これ、絶対買わない。シャツワンピかわいい。ちょっと色が違うな。ここだな。はい、今着てる服もまあ可愛いから、私割と、あ、可愛い。今日なんか当たりの日じゃない？あ、可愛い。ちょっと待って、困るなあ、好き。何これ、女の子は好きそうだけど私はそんなに好きじゃない。待って、これ髪型変わらなければすごい使いたかった。すごいね、ドリルだね。これは何？食べこぼし？食べこぼしでお金かかるって嫌じゃない？あ、かわいい。黒ないの？これ黒欲しかった。なんか普通にガルモやってる時並みのリアクションしちゃうんだけど私。あ、これもかわいいね。これちょっとさ、黒欲しかったね。惜しいね。ちょっと待って、ほんと悩むな。シャツワンピもいいんだけど、このね、かわいいな。このスカートが個人的にかわいいなと思うから。あ、かわいいね。ここね、時間かかっちゃうっていうね。あ、かわいい。迷彩柄かわいいじゃん。ありあり、全然あり。ってなると、どうですよ、迷彩柄だから、そこでガラガラしちゃうから今のままでよくて、靴これかな。高いけどかわいいな。買っちゃうよ。あ、かわいいかわいい。 ありがとう。そう、ちょっとあの本当にお金かかるわ。はい。で、そう、なんか豆粒のお店がなんかこの今のボロい状態じゃなくて、なんか進化していくっぽいね、今までみたいに。なんでそれもやりたいなっていう。だからいっぱい買い物しなきゃいけないよね。でも営業している時間にまあ私がやらないからさ。よし。どうしたらいいんだろう。なんか同じもの3匹だっけ。だよね。どうしよう。トリマグロ。もう卵いらないでしょ。だってイースター終わったもん。何？鉄の柵、これが必要だね。千鳥の鐘、これもなんか可愛かった気がする。これいらない。こんなもん、これとりあえず打って、虫はね、ここに打ったらマジでもったいないから。どこにいる？どこ行ったの？あ、いたいた。ちょ、草やだ。ね、そう、作品に興味がある。てかレックス住んでほしい、うちの島に。普通に3匹か、むずくない？
なんかさ、腸とかだったら手軽く簡単にパパッといけ。うわ、カマキリいたの今見えなかった。ね、死んだよね。ちょっと3匹捕まえてきます。はい、テントウムシを3匹捕まえました。ちょっといらないな。どれだ、これいらないな。逃がす。テントウムシってなんか最初にしてはすごい可愛らしい感じしないかな。ん、今花カマキリ的なのいた。カマキリもいる。でもちょっと無理。はい、でも食べてそうだけどね、レックスお虫ね。作品を申し込む。食べてるでしょ絶対、ゴクリって。いいよ。本当はカマキリとかが良かったんだけど、まあまあまあ。はい、ついでに虫を売る。かわいい、やったって。いくらだろう。え、めっちゃ高くない？全然売るんだけど。 Thank you。 よし、じゃあ今回のパートの最後にあれだけやっとこうかなと思います。林コフの家の移動だけやろうかなと。ペーターどうしたの今、タメコの家の前で。あれじゃない、次は君の番だよってね、引っ越しさせられるのは次は君の番だよっていう多分宣告をしに行ったんだよ。次回からちょっと呼ぶのはガチで可愛い子にします。私の好きな、うん、割と人気が多分ある子なんじゃないかな、うん、インフラ、あ、嘘ごめん、お金ねえわごめんね、ちょっと下ろすね、お金。5万っていうのやめてほしいよね。なんか1万円ぐらいだったら全然。ちょっとさ、ほら1マスずれちゃったピエンっていう時でもすぐにね、なんとでもできるのに。預金8000円しかないの、やばくない？なんか本当にお金のない大学生みたいになってるけど大丈夫？はい、インフラで区画整理、住民、林子夫、はい、鳥も抑えの家の横でいいと思ってて、はい、お任せお任せあれよ。だっけな、ちゃんと1マスもずれないように建てましょう。本当にそれが大事。チーフの家ずれてるの本当ショックだからね。それ9時過ぎたしチーフ起きてないのかな。起きてたらね、まだだって1回もちゃんと喋ってないから。ここら辺、わかりました、ちゃんとやりますそう、ちゃんとやればいいのよ。はい、これはまあ後で消します。消すとして、濡れてんのこれ。濡れてるね。サイの家、違う、サイの家いいね。でこれを引いていって、これにかぶるように
立てればいいわけでしょ。よし、これは踏んでるよね。踏んでるね。この辺でいいと思うんだよね。どうや、そうそう、ダメダメダメ、ずれてるずれてるずれてる。そう、あのなんかこれだ、こいつに対して一マスあれして、難しいねこのね、なんか微妙にずれちゃう問題。え、これは手前すぎん？え、難しい。これでいいんじゃない？あ、多分これでいい。OK。よーし。これでまあ、ご近所さんね。OK。ではでは、今回は、これで終わろうかなと。待って、ロボが起きてる。ってことは、チーフも起きてるんじゃない？起きてる！よかった。ロボに会ってないけど、うわー！すごい、ファンキー。なにこれ。こういうの売ってる人いるよね、道端でね。ほんとね、初めて。ああ、かわいい。シントロ。そうなんだよ、私は悪くないの。私が悪いわけじゃない、そういう流れだったのよ。写真撮ろうとするとね、みんな移動しちゃうんだよね。なんだろうね。近いな。あ、今いい感じだった。よし。はい、まあじゃあ今回はこれで終わりたいと思います。バイバイ。